この目に映るもの。始まるよ。はい、皆さん、はじめましての方ははじめまして、ゆっくりリオマッシュです。ゆっくりリオグダオだぜ。早速ですが、何やってるんですか先輩。前回、フェイトと関係ないネタ解説に2分弱使ってて、さすがに頭を冷やした方がいいかと思って2とクリスコスを。今度から自重してくださいね、先輩。さて今日2017年8月2日は、アズーレイのプリンス、オイレンに声優が実装された日だぜ。この程度で満足かしら。はい。2017年8月2日はリオ先生の漫画でわかる FGO 一巻の発売、そして漫画でわかるバーサーカーことポールバミアンさんの実装およびイベントですね。あやねるじゃないのか。でも海川さんのボイスも可愛らしいですよ。ソウルイーターのマカ様から知ってる人は感慨深いのではないでしょうか。バミアンさんのスキルはこのようになってます。癖がなく使いやすいですね。強い。えっちゃんの強化も要調整だったしな。特にバスター強化、クリティカル強化が3ターン続く愉快な仲間たちが強いですね。防御ダウンのポップコーンの吹雪と合わせて一斉攻撃を仕掛けるタイプでしょうか。3ターンターゲット集中を持つデオンくんちゃん、ゲオルギウス先生で守ってやったりしてもいいかもな。愉快な仲間たちのバスター強化だけなら、同じくバスター宝具持ち越し1のスパルタクス、同じミステラのアーラ種も組ませて良さそうだな。原作でバニアンと一緒にちびっこ王国を作って仲が良かったジャックやナーサリーはあんまりバスターって感じはしないけれども、ジャックは FGO 最強のクイックによるクリティカルスターや、ナーサリーも星集中とクリティカル強化を持つぜ。愉快な仲間たちのクリティカル強化の倍率が良ければ、ジャック、ナーサリーと一緒にちびっこ王国組を作っても良さそうだぜ。そして特筆すべきは宝具だな。全体バスター宝具という点ではスパルタクスと同じタイプなんだが、黙ってこれを見てくれ。邪魔。マーベルスキップストライク。きっと宝具スキップなんて一生実装されませんよ。中国版 FGO にもスキップなんて実装されてませんですし、だから割り切って超速の宝具にしたのでしょうね。ウィスコンシンデストリップは単体宝具っぽいし、カルデアが消失するし、未実装もしょうがないね。全体強、バスター強化、そしてクッソ短い演出、種火周回で最優の性能になりそう。誇らしくないの。防御ダウンも5ターン持続しますし、地味に使いやすいですね。ここからはバニアンさんの史実について掘り下げてみます。ポール、バニアンはアメリカ入植者たちの民間伝承に登場する木こりの巨人です。見てわかる通りおっさんだな。生まれた時から8メートルの巨人とされています。ここからわかるように実在性はありません。ちょうどホームズの体験クエストでも出ていた話題だな。英霊は実在の人間だけではない、いたと伝えられる人間も英霊になるんだって話だったかな。そう考えるとバニアンさんはタイムリーですね。仮説の存在であるアサシンのジャックさんや、物語の存在であるナーサリーさんとは近い存在かもしれません。バニアンさんは毎日50頭分の牛の乳を飲んだそうです。友達を食べるようなキャラだったのはここからでしょうね。バニアンさんはベイブと呼ばれる青い牛を引き連れていたそうです。もっと漫画でわかる FGO 67話で出てきた青い牛はこれでしょうね。バニアンさんはある日五大湖を水で満たそうとして水を運んでいました。その時誤ってベイブが桶をひっくり返しました。その時にバニアンさんは大慌てで川を作り、水害を食い止めたとされます。それが現在のミシシッピー川なのだそうです。ミシシッピー川を使ったのはバニアンさんです。ミシシッピー川といえばトム・ソーヤの冒険、トム・ソーヤの冒険といえばスクエアのトム・ソーヤ、そしてビーム兄貴、リオはビーム兄貴のラタを見抜いていた。それはそうと、バニアンイベントでノースダコタが出てくるが、対比になるのはサウスダコタ。霧島はサウスダコタのことをサダコ
と呼ぶらしいから、ノースダコタは、ノダコ、なのか。だから戦艦少女ネタはまずいですよ先輩。まあノダコはともかくミネソタ州には、ボール、バニアンとベイブの像が今でも飾られてるらしいですよ。星1らしい霊気。だけどもアメリカの伝承としては外せない存在とも言えるでしょうね。あと、バニアンさんのイベントでジークフリートさんが出てくるシーンありますが、ここで先輩の性別を変えるとシルエットも変わりますよ。ホモとカレズとかそんなの人の勝手だルルを。グダコはナスビが好き、俺はアストルホちゃんが好き。そこに違いなんかあやしねえだろうが。あ、はい。ちなみに今の先輩シルエットはマテリアルからも確認できますよ。アサシンとライダーも本実装されそうだな。もう単行本で新名が実質明らかになったそうだけど、この二人が実装されたらその時にまた動画を作るかもしれません。さて、長時間のご視聴ありがとうございました。